そっけえで、こういうので、英語をつなぐって感じです。で、トーチを歌う。すごい来た来た来ましたすごいすごいすごいで、ビフォアめっちゃ面白いダメなやつだから、例えば、僕はその関節固めて、腰の力とかをグッて乗せる感じで、ここに当てたらいけますよ。だったら、こんなんですよ。こんなん。でも、息見えないですよ。ね、ここに足の裏を感じるという、その、もうなんか向こうが押してきてるもん。そう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 。はい、それは感じます。はい、で、それで、ここから、この圧を、まあ、ある程度跳ね返りもすでに起きてるんですけど、それを関節の中で止めずに全部を足の裏に流して、かつ今後ろで止めてるのを両方緩めて前にも乗せて鍛錬します。でそれを一瞬で下にすってわっわっわかります。どんだけ今来ますよね。わかります。すごい。で、なんかちょっと方向をちゃんと整えて、だからこっちで肩がこうなってずれてるからちゃんと鍛錬でちょっと合わせてます。で、ここから、こうやって緩める、仙骨一回通す、で、ここから、ふわっ疲れてやりましたね。後ろだけに行くのは、ちょっとじゃあ、そこは通過させるだけの打ち方研究しますか。ここは、うん。そしたら、僕の拳の先が、背中、僕の背中。で、こうなって、あーだよ。で、来ましたよ。来ました。今来ました。え、でも、あ、そうなってない。そうなってない。じゃあ、もうちょっとじゃあ、小さくしましょうか。そしたら、もうほとんど、ここは感じない。で、そっちに、ポンって乗せる。で、先ほどの、ダッチで。三角どうですか？いい感じ。いい感じ。あー、今どうしました？今のはね、っていうのを足に行ったんですけど、遺伝は、こう自分の拳の先がここにある。ね、で、ポンっていって、そこだけ。で、ここは感じないでしょ。うん、そんなに。今、そんなに。耐えるに何も思ってる。じゃあ、ここで、こういうのを動画で出してしまうと、東京ワークショップでそれだけ考えるのも怖いですね。ここでね、こうやったら。あ、ごめん、ごめん。そこ、ちょっと勝負に行ったら。うんうん。上地さん自身にもちょっと行った。ここから、はい。あー、どうだろうね。結構私よりえ、それで来ます来ます、来ます。うん、すごく。だから結構後ろにスーって歩ける感じで、スーって通る感じがあれば、うん、まあその跳ね返りが、ここからスーッとそこに飛ばし続けてるような感じ、うん、途中で止めると、ポンポンで終わりなんですよ。ここからスーッて抜き続けると、気持ちよく走り続ける感じになる。だから例えば振り子でその2つやったらこうこうですけど、真ん中に何個かあってこうポンっていったらここだけがこういくやん。そこに力がつかまる。そう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 、うん、真ん中に。だからそれはね、力の大きさなんですよ。例えばここの球がこの全部のちっちゃい球よりも大きい、こんな鉄球がここにあってバーンって全部がバーンってなるんですだけどこの大きなこの振り子のこの力だったら言ったらこの全部は動かす力じゃない。まあ、でも力だけがこう伝わってこれが動く。一番端にあるのが動く。で、ここ遊びなく、まあ、軽く押さえてもらって、で、ここで今関節を受けてるところを一回ぐーっと緩めて伸ばす。で、面を感じる。感じる。前足を感じる。そこよりも出しに加えて、内側に感じる。で、そこから、ね、仙骨の波を起こして、これが前に出るっていう意識のが起こるときに、そこよりがふっていうので、お腹が下に沈んで、同時にふってやるんですよ。あ、そう。で、この時にね、今、重心が後ろに下がるんですけど、その出たところの真下に脱力によって、ポンって重みが乗る。そう。で、それを、で、今、まだ触ってます。で、出して、で、まずね、今、遊びがあるんで、遊びがない状態で、接触点と足の裏がダイレクトに繋がって、そう、ダイレクトに繋がって、で、そこから動かそうとしたり、ここら辺に力み入ったり、なんもなくて、仙骨のところにクッていう波がここに伝わった瞬間に、フッて力、下半身の力、それが波が大きくなったら OK。テンション。これを、まずここにも突っ張りがまだすでにあるので、それを緩めて緩めて緩めて、ここの接触を足の裏で感じたら、本当はもうそういうのを打つのを使わなくても、ぐーって進むだけで相手が動く。
線ぐーって進むんだけど、あ、そうそうそう、あ、そうそうそう、で、それ、まずそれで、まずそれを離れたらそこにグッて乗せながら自分は脱力してしたりして、で、今、左半身が使えてないんで、まとめる。だから、まあ、例えば、ここに抱えとかでもいいし、グッと。で、左右、左も、ボーディングと、丹田からボーディングで、今、肩から出てるじゃん。まだかな、まだ。受け止めて、相手に対して圧をかける前に、丹田で受けて、そこへ面を、で、足の内側、で、そこから仙骨の波をしてるんです。まあ、進んでるんです。うん、そう。まあ、なんだろう。あ、そうそうそう、そうやってるでしょ。だからこれをグッてやるのと、じわーっと伝えるのとやっていって、それが中央にまとまって、こうやって出しても、今度こうして、こうして、で、肩、肘、緩めて、肘が呼吸で、ゴールまで、今、まだ肩できてるでしょ。ゴーで、肘がここから、ここから肘が出る。相手に押されてる後に影響されてる。まずそこまでは足の裏につなぐようにされます。左のクワを緩めて足の裏に出されます。でそこから伸ばすのを腕じゃなくて、もう遊びがないから仙骨の波を肘に伝えたらそこに乗る。あ、そうそうそう。これが。